がとうございました。萌香でした。はい、次の曲で最後になります。次の曲で最後になります。オッケーオッケー、グッジョブグッジョブ。きっとまた甲子園2あると思うよ。またきっとみんながええって言ってくれたから。それは冗談なんだけどね。 笑ってね。笑ってくれないとさ寂しいからさ、笑ってほしいんだ。今笑うとこだよ、今笑うとこだよ。はい、告知をしたいと思います。今日聞いてよかったなと思う方は、9月の6日にボトムラインというところで、私なんだっけな、ミュージックレボリューションというオーディションがございましてですね、そちらの一次予選を通過いたしました。二次予選的なやつに出るんですよ。で、9月の6日の日曜日にボトムラインというでっかいでっかいところで、キャパが700人ぐらいで、毎年300人ぐらい入って、ちょっと心細いので来てくれたら嬉しいなって思ってチケット持ってきたんで、買ってください。500円です。500円、ね、そこのね、後ろにね、ちまってね、置いてあるからね、見てってね、多分終わったらいるから、そこに。私一人でステージ立ってるじゃないですか。で、やっぱりちょっとバンドに憧れたこととかもあったりしたりしなかったりするんですけど、一人ぼっちって寂しいなって思うことはあるんですよ。やっぱり皆さんも思ったことはあるのかもしれないし、これから思うのかもしれないけれども、私は今20歳にやったなって、20年世界を見てきて、一人だなって思うことが多かったんですけど、20歳になって私って一人じゃないやって思うことがたくさん増えてきてですね、今ここにステージは一人立ってるんですけど、このライトとかも音とかも出てるのは、フィエさん、照明さんがいるからであって、皆さんがこうしてここに座っていられるのも、このシックスドッグを持ってる店長さんがいたり、私が今ここに立ててるのもブッキングの方がいてくれたりしてここに立てているわけで、一人に見えてみんな一人じゃなくて、どっかで誰かを見てて、もし一人だなって思うことがあったら、一人だなって思うことがあったら、一回周りをよく見てください。誰かはいます。それでも誰もいないなって思ったら空見てください。雲がいます。雲があなたを見ています。もし夜だったら月があなたを見ています。絶対に一人ではないんです。それでも一人だなって思ったら、またライブに来てください。私がいます。こんな頼りない私かもしれないですけど、少しでも力になれたらと思って歌っているので、またいらしてください。最後の曲だけ歌って帰ります。ありがとうございます。萌香でした。
ありがとうございます。マイカでした。